スティールボールラン。1890年アメリカ、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。車椅子の青年ジョニー・ジョースターは鉄球を操るジャイロ・チェペリと共にレースに参加した。だがレースの真の主催者であるファニー・バレンタイン大統領の目的は北米大陸に散らばる聖なる遺体を集めることにあった。二人は遺体を狙う刺客たちを撃退しながらレースを続けるが、レースステージにおいて総取りを目論むバレンタインの教主によりジャイロが倒れる。しかし追い詰められたジョニーは友の残した鉄球を利用し起死回生の一撃を放つのだった。ジョースケ、いない。僕一人だ。どこだろう。ここは海のようだけれど、最後に来る。きっともう一度バレンタインは。君はそこで何をしてる。誰かは知らないが、こっちへ来るな。僕に近づくな。やめろ。もういい。その無限の回転、今の私にはもはや無意味だ。何？バカな。手応えはあった。完全なる黄金の回転エネルギーは奴に命中したはず。それなのに無限の回転が消えてる。私たちの戦いにもはや勝者はいない。だがお前の爪弾なら奴を倒せる可能性がある。いまいましいことだが、今となってはそれにかけるしかない。横槍？奴だと？何を言ってるんだ。お前はジョナサン・ジョースターだな。ジョナサン、お前がこの世界のこの時代にやってきたということは、聖なる遺体集めは順調ということか。そのまま遺体を集め続ける。全て揃ったその時こそ本当の戦いになる。消えた。僕を始末しようとあんなに躍起になっていたのに。さっきまでそこにあった遺体がない。遺体が消えてる。何を。スローダンサーのバレンタイン大統領につけられた傷が回復した。傷があと少し深かったら波紋でも治せなかった。でももう大丈夫だ。ところで君の言う遺体というのはひょっとしてこれかい。
それはそれだ、よこせ。盗んだのか。他の部位はどこにあった。いや、よく考えるとあんたはずっとこっち側にいた。聖なる遺体に近寄ることさえしなかった。盗んだってのは僕の勘違いだ。すまん。僕はジョニー。あんたはジョナサンというのか。なぜここに。それは、というわけで、異変のことを感じ取った聖なる遺体が僕や仲間たちのいる時代に出現したんだ。それで遺体と仲間を集めるために光のひびを通ってここへやってきた。でも聖なる遺体が本来はこの時代のものだったなんて知らなかったよ。ちょっと信じられないほど荒唐無稽な話だな。でもあんたが聖なる遺体の部位を持って現れたのは事実。それにスローダンサー、僕には聖なる遺体が必要だ。わかった、ジョナサン。僕はあんたと一緒に行くよ。覚えがあるぞ、この村。レースで通ったロッキー山脈の麓の村だ。この近くに聖なる遺体があるのか。あれは大きな音を立ててはいけない。ディエゴの能力だ。村人たちが恐竜に変えられてしまっている。でも信じられない。これが異変なのか。ニュージャージーの線路のところで死んだはずだ。ディエゴが死んだところを確かにこの目で見た。今ディエゴと言ったのか。ディエゴ・ブランド知ってるのか。前に会ったことがある。ディエゴは異変側について聖なる遺体を集めようとしていた。そうか、ディエゴも恐竜を使って遺体を探してるんだ。くそ、奴よりも早く遺体を見つけなくては。うん、行こう。なぜここにいる。ジョニー、ジョナサン、ディエゴ、お前こそなぜ生きてる。バレンタインに敗北して死んだくせに。だが結局は同じことだ。お前らが解体されて地べたにぶちまけられるってことはな。一斉に襲ってくるぞ。波紋の連打で迎え撃ってやる。ただの攻撃をする。
自分の肉体を穴の中に巻き込む。去年こそ史上最強のモンスターだ。ここに生物がいたなんて。恐竜化された人たち、手荒なことをしてすみません。言ってる場合じゃない。まだディエゴ本人が残ってる。恐竜どもを倒すとはな。ちょっとばかり頭数が足りなかったか。ディオ！ジャージョ、俺たちの因縁の糸はよほど強固に結ばれているらしい。この世界でもお前と出会うとはな。おい、俺はジョジョを抹殺せねばならん。それが我が宿命。お前は馬に乗った男を片付けろ。後から来て勝手なことを言う男だな。だが利害の一致ってやつだ。俺はジョニーを始末したい。ジョニー、気をつけろ。あの男は吸血鬼だ。恐竜に吸血鬼、何でもありだな。自分の肉体を穴の中に巻き込む。せっかくモンキーなんだよ。モンキーなんだよ。自分の肉体を穴の中に巻き込む。わかるぞ。攻撃をする。そんなにそう。こんなに素晴らしい肉体が見せないんだよ。気が増えてきてもオーバードライブでいいんだよ。俺に協力しろ。いいだろう、モンキー。こんなに素晴らしい力を手に入れたぞ。無駄だ。モンキーなんだよ。こんなにすごい。オーバード。金じゃがに勝つつもりか。絞り取ってやる。ツーワートエン。金じゃがツーワートエン。このディオが。ふらふらしているぞ。金じゃが金じゃが。オーバードオーバードライブ。何？このディオ。よく役に立ってくれた。
よし無理だ。スケアリーモンスターズ、アップセイクこの俺が負ける。援護を頼む。ああ、続いてくれ。セイスサンライトイエローオーバードライブ。あの二人から底知れぬ悪意を感じる。爪弾を食らえ怪物ども。やっぱり多少やばいな、お前の爪弾。迂闊にあまりそばへ近づけないか。そのエネルギーは危険だ。あってはならない能力。試練は克服して必ず殺す。ジュージュー、このディオ、貴様の精神の爆発力認めよう。貴様の身につけた波紋、素晴らしいものがあったことも認めよう。なおさら、なおさらのこと、貴様を惨殺してやりたくなったぞ。また消えた。あの男はバレンタイン。もはや言うまでもないことだろうが、念のために言っておく。これは私の能力とは違う。ジャイロ。あのお方を狙うテロリストはよ、今ここで完膚なきまでにぶっ潰す。そんな、こんなことが。死んだはずのジャイロが。いいか、ジョニー・ジョースター。スタンド能力を限界まで使え。友を救うために必死になって、この私を倒せ。ジャイロがバレンタインと一緒に襲ってくるなんて。ジョニー、戦わなくてはならない。心を強く持つんだ。お前の可能性を見極めさせてもらう、ジョニー・ジョースター。行くぜ、テロリストども。オープンだけ。正当なる防衛だよ。やっつけんの。 Yeah!
何もかもなくしてしまった。ジョニー、君の気持ちはわかるよ。僕もたくさんのものを失ったから。でも今は遺体を集め直して異変に立ち向かうことを考えるんだ。それがきっと君の友達を救うことになるはず。